ちょびちょび話してるけどさ、私オカルト大好きだから。で、古代の宇宙人っていうシリーズが今すげえ面白いんだよね。あれ何だったかな、ヒストリーだったかな。まあこれ普通のね、雑談枠で話そうと思ってたんだけど、まあ、今ちょっとだけね話をすると、古代の王っていうのはね、もう実は全て宇宙人だった。そっから入っていきます。いわゆるラムセス2世とかね、エジプトのね、ラムセス2世とかピラミッドを作ったね、全部宇宙人だった。宇宙との交信によって人類にテクノロジーを与え、そして人を支配した。人がね、たった一人のね、王として認めてついていくっていうのは、やはり神的なものを持っていないと、人はついていけないわけですよ、一人の人間に。そうすると、その神とは何ぞや。それは実は宇宙人だった。宇宙からもたらされた技術力。それが、実は神、昔の王、っていうね、やつだったわけですよ。だからそのスフィンクスは神がね、乗ってきたものだとかね。そして我々の日本もね、もちろん例外ではないわけです。天皇、日本の天皇陛下、初代天皇、皆さんご存知、桓武天皇でございます。桓武天皇は神様なんですよ。つまり天皇は神なんです。まあそれは今みんなが一般的な、日本人のモラルじゃないな、概念というか、日本人なら持っているべき観念ですよね、教育的な観念。要は天皇陛下は神であると、唯一の、まあ諸外国から言うとエンペラーね、エンペラーなんだけど、日本人からすると天皇は神、それは当然日本人だ、そう信じているべきじゃん。で、初代天皇、桓武天皇は神だった。それはだから、まあ、ちょっと今ね、リスナーさんに外国の方がいたらちょっとそれ理解しづらいかもしれないんですけど、日本人にとっては桓武天皇っていうの、初代天皇、桓武天皇が最初で、そこから神になってるわけですけど、神の血統なわけです。それのね、じゃあこっからちょっと天皇冒涜になりかねない発言になるかちょっと怖いんだけど、私は先ほどの考えですよ、日本人ですから。だけど、まあオカルトの話ですよ。桓武天皇が宇宙人だったんじゃないかと、そういう話になっていくわけです。要は古代の支配者は神であり、その神は宇宙人ではなかったのかというところからいくと、桓武天皇は宇宙人、もしくは宇宙人と対話をしていた、交信をしていたっていうところが始まっていくわけです。でね、日本書紀、まあ桓武天皇日本書紀じゃないですか、即位するのが日本書紀に、話がいくわけですけど、古事記とかね、日本書紀になるわけですけど、天照大御神、天正大臣、天照大御神、要はこれこそまさに神なわけじゃないですか。そうしたら、日本の国旗って、
日の丸じゃないですか。これは当然日照期、日が昇る国旗、日が昇るから日の丸なんだけど、天照大神が使っていた印が日の丸だったかもしれない。だから神なんですよ。さらに、桓武天皇、天照大神、これをね、これをつってたの、ここをね、神たらしめたものっていう理由がやっぱり、日本書紀、古事記、それによるとね、皆さんご存知、三種の神器、これを持っていたから神であったとされているわけですよね。三種の神器。そうするとこの三種の神器ね、扱えるのが天皇家だけなんですよ。天皇家しか扱えないとされているんですよね。で、三種の神器とは何か、まあゲームにもねよく出るんで知ってる方多いかと思います。八坂にの勾玉、八田の鏡、草薙の剣、この三つが三種の神器なわけですよね。この中で、八坂にの勾玉はなんと皇居にあります。つまり、まあ、我々が触れることはできないんですけど、皇居にあるんです、ちゃんと。で、八田の鏡は皆さんご存知、伊勢神宮、草薙の剣はどうだったっけな、忘れました、失礼。で、この中でね、あ、そう、その通り、今いいコメントあるんでちょっと脱線すると、天皇閣下は神道の司祭ですからね、神道の司祭、そう、その通りなんです。よくね、天皇はニートだろとかさ、天皇って仕事してないんですよねってね、インターネット上でね、各バカがね、バカっていう表現今回使わせていただきますよ、最近多いですよね。それがもし幼稚園だったらわかる、小学校低学年でギリ許す、まだ知識がないから、教わってないのかもしんないしね、誰からもね、自分で本を持っているわけでもないのかもしんない。で、じゃあ天皇はいつも何をしているのかって言ったら、毎日お祈りをしてるんですよ、日本人のために。まあそれだけではないんですけど、お祈りをしている、それが仕事ですよ。まあ私はキリスト教徒ですからちょっと違うんですけど、まあキリスト教徒もお祈りをしますよね。で、当然ローマ教皇様トップは毎日お祈りをする生活をしているわけです。その辺にあるね、町のその辺にある教会の中にいる神父様、何をしているかって、お祈りをしてらっしゃるんです。だから祈ることが仕事なんです、大事なんです。で、話をじゃあ脱線しちゃいました、戻しますよ。このね、三種の神器の中で、あ、熱田神社っていうの、草薙の剣、今リスナーさんコメント書いていただき、クリスチャンでオカルトが好きなのですが、そうだって関係ないもん、宗教とオカルトは関係ない。でね、八田の鏡ってあるじゃないですか、これがね重要なポイントなんですよ。八田の鏡、桓武天皇は八田の鏡によって日本列島をすべて見渡すことができたと、鏡を覗くことによって日本列島をすべて
覗くことができた。だから日本を治めることができたと言われているんですね。八田の鏡、八田の鏡を覗くことによって日本中が見れたと。だから神だと。これテクノロジーじゃないですか。皆さん、今お手元にありますスマートフォン、日本中が見渡せるじゃないですか。それどころか世界中が見渡せますよね。ノートパソコンでもいいです。 Google マップ、世界中が見渡せますよね。ネット上につながっているウェブカメ、見渡せますよね。それも八田の鏡じゃないですか。八田の鏡なんですよ。つまり何らかの方法で昔宇宙人がね、宇宙人、まあ宇宙人じゃなくとも失われたね、文明でもいいですよ。テクノロジーでもいいですよ。エンシェントテクノロジーでもいいですよ。ね。その人たちが桓武天皇にね、そういった技術を与え、統治して神となったのではないかというオカルトのお話でした。現代人がね、2000年前とかに戻ってね、まあそのもちろんインフラの話はあります。だけどオカルトなんで、とりあえずインフラの話置いてください。2000年前にスマートフォン持ってって使えた場合ね、もう神ですよ。このスマートフォンで世界中が見渡せる、だから私は神だ、だから王になる、今日からここを統治するって言ったら、全ての人がついてきますよ。これがみんなオカルトやで。宇宙から見たら地球人も宇宙人、それもそうだし、ね、どこの配信行っても鳥ばっかりでつまらない、面白いって言っていただきてありがとうございます。鳥ばっかりってどういうこと？鳥配信が多いんですか最近？え？ドローン？ドローン配信？だからドローンもですよ。ドローンをさ、今手に取ってさ、それをね、2000年前に持ってって飛ばしたら、ねえ、ちょっと前からすると、もうドローンは UFO ですよ。水平飛行するんですから。あいつ水平飛行してさ、自由自在にさ、空間をさ、上下左右ね、 XYZ を好きな方向を簡単に飛ばせるんですよ。私ドローン持ってますから、パロットの5万円ぐらいする立派なやつ持ってるんで、本当にあれをね持ってったらね、やばいっす。絶対神になれる。そう、私ね、だ戦国自衛隊とかね、そういうの大好き大好き。戦国自衛隊も好きだし、まあアニメで言うとあれですよ、ジパングとかね、そういうねトリップものとかも好きだね。トリップもの、人類誕生以前の時代の土器が見つかったらしい。
オカルトというのは根拠や裏付けの不可能な可能性のお話だからこそ否定はできません。いやーでもね、そのね、ヤタの鏡をね渡した人がもしいたとしたら、その人は未来人なのか宇宙人なのかね、もう人類がさガンダムみたくさ、もう地球には住めないっつって宇宙に移住して、その人たちが戻ってきたのか、地球に一度滅びてね、っていうのもわからないわけですよ。なんだっけな、水槽に浮かぶ脳ってご存知の方いらっしゃいます？確かそれで合ってると思うんだけど、またそれ内容はわかる、合ってると思うんだけど言葉が違う可能性あるからな。水槽に浮かぶ脳っていうね、哲学のね概念が、言葉がありまして、これはねどういったことをね言うのかというとね、我々が今体験している全ての事柄は実は別の、これは全て別の世界で、水槽の上に脳がねプカプカ浮かんでて、その脳が見せている世界を我々は生きてるんじゃないか。確か水槽に浮かぶ脳とかなんかそんな名前なんだけど、それはやっぱり証明できないわけですよ。論破できないわけですよ、そういうものっていうのは。そう、マトリックス、まさにマトリックスです。マトリックス、まあ、それよりもずっと前にある話なんで、本当にねこれは全て幻想というか、脳が見せている世界であって、我々が体感しているのはただ脳が見せているだけのものではないかと、っていうのが水槽に浮かぶ脳っていう、ちょっと誰か答え書いてよ、ググってよググっとこ、水槽に、あ、水槽に浮かぶ脳で出てきた、合ってる、あ、違う、ごめん、水槽に浮かぶ脳じゃない、水槽の脳だ、水槽の脳っていうみたい。1982年哲学の世界で多用される懐疑主義的な思考実験で、哲学者ヒラリー・パトナムによって定式化された。正しい知識とは何か、意識とは一体何なのかといった問題、そして言葉の意味や物事の実在性といった問題を議論する際に使用されると。水槽の中の脳とも訳されるって書いてあるから合ってんじゃん。よかった。